こんにちは、神宮寺宮根です。今回はミステリアスな秋の食材をご紹介します。実りの秋、今が旬の山の幸といえば栗、松茸、さつまいもなどが思い浮かびますが、こちらをご覧ください。これ何かご存知ですか？中華料理などで知らない間に口にしているかもしれないというこの植物、高い栄養価と不思議なパワーを秘めているんです。三重県菰野町、町名の由来となったと言われるのがこれ、マコモという植物です。マコモの茎が肥大してできたマコモ茸は今が旬、地元の郷土料理に使われます。そんなマコモをもっと知ってもらおうと、六本木ヒルズのすぐそばにあるレストランで菰野マコモナイトが開かれました。参加予定者は200人でしたが、それを上回る多くの人手でにぎわいました。マコモを使ったお料理、こちらはマコモの葉をすりおろしたものを使ったバーニャカウダ。菰野の豆と、これがマコモ、はい、マコモ茸と大豆の煮物です。お肉との相性もいいマコモ茸、バーベキューと合わせます。バーベキューをお召し上がりいただけます。今出来上がりましたのでどうぞ。お焦げ入れてよろしい？お焦げ、はい、はい、はい、すいません。地元旅館の自慢の味、火薬ご飯は特に大人気でした。豊富なバリエーションのマコモ料理が紹介されたマコモナイト、たくさんの参加者を出迎えた菰野町長にお話を伺いました。このマコモを知らない人ってまだ全国多いですよね。そうですね。それは、まあ、厳然たる事実です。あと、あのマコモの葉っぱって意外なものに使われるそうですね。そうですね、あのコモダルとかですね、あとよく神社に行った時に座布団、丸い座布団があるんですけども、あれもマコモで作ったりします。昔から古事記とか、日本書紀にもマコモというのは出てますので、そういう意味ではあの日本の古来から伝わる植物だと思います。マコモの魅力を初めて知ることができた六本木での楽しい夜でした。マコモは伊勢神宮の御座や出雲大社のしめ縄にも使われているそう。スピリチュアルなパワーを秘めたこの植物が菰野町の町おこしにもご利益をもたらしてくれそうです。以上、神宮寺宮根がお伝えしました。